前橋競輪場。前橋競輪場は、群馬県前橋市にある競輪場である。主催は、前橋市。競技実施は、ャカ・東日本地区本部関東支部。電話投票における、競輪場コードは二2 2。現在は、山田グリーンドーム前橋を、本開催時の主会場として使用している。1950年、昭和25年4月22日に開設された。 当初は前橋公園内にあった屋外バンク一周500メートル400メートルであったが1990年に近接した場所にグリーンドーム前橋が建設され当初を世界選手権自転車競技大会のメイン会場として使用した後同年12月に競輪場の機能を移転させて日本初の全天候型屋内バンク一周333メートル 現在は335メートルとして新規オープンを果たした。なお旧前橋競輪場は練習トラック兼駐車場として残存していたが、2006年に公園造成のために解体された。以後、特に競輪開催時には駐車場が不足傾向になり、競輪場側も駐車場の確保に苦慮している。前橋競輪場は1992年に創設された。 官人新農パイのメイン開催地となっている。2010年に開催された後は行われていなかったが、2016年に6年ぶりに第25回大会が開催された。なお2017年と2018年も開催され、今後は2019年10月11日から14日までの4年連続での開催予定である。 なお2011年は肝心心脳パイの開催が、ヤヒコ競輪場であったため、大津美和子競輪場の廃止を受け急遽、高松の宮記念廃競輪が開催された。さらに2012年には、前橋では36年ぶり3度目となる、オールスター競輪が開催されたため、GI3 大会が1年代わりで3年、連続開催された。その後、1年挟んで2014年に再び、 オールスター競輪が開催されている。他にも2008年より、地元群馬県出身の元競輪選手で、競輪評論家の鈴木たもみを称え、日韓スポーツ杯、鈴木たもみメモリアルを開けしている。ドームなので照明設備は設置されているものの、周辺住民の騒音対策場ナイター開催は実施されていなかったが、 小倉競輪場に続いて2012年2月2日よりミッドナイト競輪が開催されている。ただし、ミッドナイト競輪は無観客競争で場内での車検発売は行われない。2015年2月よりドームナイトレースの愛称でナイター競輪が開催されることとなった。かつては競輪開催時の一般入場料100円、ロイヤルボックスゴンドラともに400円となっていたが、 構造改革特別区域の申請により、前橋競輪にぎわい特区の認定を受けたため、現在ではすべての開催において入場料は無料となっている。イメージキャラクターは、競輪選手のヘルメットをモチーフにした、チャメット、それにちなんでチャメットカップが開催されている。チャメットの名前は、ヘルメットと自転車を表す、チャリンコ、お茶目な姿という三つの言葉が組み合わさっている。 なお登場では、場外発売において、グリーンドーム前橋を使用せず、ト根西前売りサービスセンターのみで発売されることがあるので注意が必要となっている。トータリゼータシステムは、日本トータを採用しており、2011年9月29日からの開催より、手芸活式投票の K ドリームスが発売される。実況は、日本写真判定で、 かつては、磯一郎が担当し、アシスタントは高橋茂美だったが、2012年度は、通常開催の実況は、同社の平山新一が担当し、司会進行は、住み多用でアシスタントは、寺門香織。2013年度からは昼間開催の F2000 は、平山が司会、実況、会一戦及びナイター開催、会一回に問わずは、中玉美、グレードレース。2014年以降については、 二宮歩がそれぞれ司会進行を担当している。ミッドナイト開催では2012年のみタレントの石井、ヒロコが司会進行、平山がチャメットくんの声を担当していたが、2013年からは、同社の中村正史が実況、二宮が司会進行を担当している。なお、新郎パイなど特別経輪が開催されない年度については、記念経輪である。 三山王冠争奪戦を開催するのが通例となっている。当初は一周333メートルであったが、内側への対比スペースを拡張するためラインを外側へ持ち上げたことにより、現在は一周335メートルという国内、唯一のバンク州庁で、内県線が333メートルとなっている。またコーナーの緩和曲線はクロソイドである。そり立つ。 崖のように見えるほど、日本一関東が急、角度は36度で、コーナー頂上からの山下しは、桁違いの迫力と水度があり、ファンや選手からは、超高速バンク、ルーレット等と呼ばれる。とにかくスピードが乗るので、選手には、積極性が求められ、前橋の車検を買うときは徹底先行のラインを変え、やる気のない選手は一線もいらないと、かつて実況していた。 磯一郎が語るほど先行選手有利でライン独占が多い。屋内バンクのため風の影響が解無で選手の持つ力が存分に発揮されるが追い風によるスピードアップの支えもなくなるので体力の消耗も激しい。実際、地元選手の中には風のある屋外バンクよりもかえって重く感じるとコメントする自力型選手もいる。 大画面映像装置は両センター側壁面上部の2カ所に設置されているが、現在は主にセンター側が使用されている。競輪の開催時には無料送迎バスが運転されている。かつては高崎駅東口からも運行していたが、2015年3月末をもって廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。